みんなのアルバイトプラスです。あやちゃんです。芹沢まりなです。あら、門脇ゆいさん今日も引き続きなんですけど、なんかすごい変わってる、モスバーガー裏切ったな前回モスバーガーの話伺ったんやけど、明らかにマクドナルドの制服着てるやん。そうなんです。実はあの双子の姉がマクドナルドだったって。マクドナルドお姉さんがマクドナルドで働いてる、ね、そう、マクドナルドで働いてて、そしてやっぱり姉は楽しそうだなと思って、ね、私もモスバーガーではいじめられてまあ綾波の真似てだいぶ強くはなったけど、楽しく働きたいなと思って姉のところに行って、マックに移動したんや。2人で働いてたってこと？そうです、2人で。それめっちゃお客さんなんかびっくりしそうやな。店長が面白がって、双子同士でこう真ん中のカウンター立たせたいとか、うんうんうん、あえて端っこ端っこにして、ええって立たせたいみたいな感じで。なんやそれそんなそっくりなんや。似てない。一卵性。一卵性です。一卵性。あ、じゃあ一緒やな。でもさ、その制服さ、はい、今違うよな。そうなんです。男も女も同じ、うん、なんか T シャツみたいなの着てるよな今。黒い T シャツとか黒いズボンで統一されてるんですよ。うんうんうん、マックってこのクルーって呼ばれるんです、スタッフのこと。あ、そう、ディズニーランドみたいな。そう、クルーってそのお客様引き立てるって意味で黒い衣装なんですけど。へえ。この洋服はアルバイトっていうか女性のお客様の接客をするクルーの中で最高タイトルって呼ばれていて、ここに上り詰めることができまして。すごい。そう、あ、じゃあもうこれはもうすごい偉くならんとこの色着させてくれへんねん。そうなんです。他はどんな色なの？真っ黒。黒いシャツと黒いズボンなんです。めちゃめちゃ偉いやん。それはなったんです。今もこういう制服着てる人いるの？なくなっちゃった。私の当時の時でも結構間近批判があって、やっぱり可愛いしスカートもちょっと短いから、うん、マックってやっぱ2回3回のボリュームする時に色気出してるんじゃないか。出しとったら何が悪いのな、ね、色気出していいやんな。色気出したらあかんのマクドナルドで。お客様なのか、まあ、マクドナルドのお偉い方なのか分かんないですけど、うん、廃止になっちゃったみたいな。めっちゃ貴重で、名札とかもお客様係門脇っていう。ほんまや、ひらがなじゃ全部子供でも分かるようにね。そうなんです。だからさ、もう最近キャビンアテンダントさんもな、エロい服着んくなったしさ。エロい服着てたん今まで？おしゃれやったやん、なんかかっこよくて。今最近どうなったん？すごい普通普通になってもうた、うん、着たくなかったら違うの着れたらええけどさ、着たいかったらいいやんな別に。そんな癒したからさ、スカート短いからって言って男がそれ見て、いや、なんかいいなと思ってんのって嫌？いや、もう今だけの特権だと思います、ね、そうやんな、うん、だってそんなんも見てこい後ろ父出してきよんねんけど。あの、出してきよるじゃない出してきよんじゃないのこれその感じなんですもう寂しい世の中だから、みんな今真っ黒な服着て T シャツの感じでな、うん、全員一緒やん。女の子もさ、なんか可愛い制服着たいとか思ってる子もおったやろうにな。いると思います、うん、でもやっぱりこの制服着れる人ってすごくレアで、うんうん、一店舗にも 2、3人、多くて 2、3人です。あ、そう。どういう基準、店長を喜ばせたとかなんかどういう基準なんそのマニュアルがものすごいしっかりしていて、うん、ものすごい項目があるんですよ、うん、教科書みたいな、うん、ホスピタリティっていうなんかマニュアルがあって、あれを全部クリアして始めてもらえるの。何なんホスピタリティ？例えば何？おもてなしなんですけど、うん、お客さん接客の仕方もそうなんですけど、面白かったのは外でも活動するんですけど、ドナルドが子供たちにイベントがあって、子供たちを呼んでドナルドがこう、それもマクドナルドと全然関係ないところで、一応マクドナルド主催のイベントがあって、ドナルドの横にお姉さんがつくっていうのがあるんですけど、そのお姉さんを一回経験しないとチェックはつかない。あかん、そんなんつかんちゃう。ドナルドの役の人はさ、うん、どんな人なん？普通のおじさんでした。おじさんなんや、うん、自家でこう見ちゃう、自分でメイクして自分でメイクしてたんや。田舎の方のさ、マクドナルドってさ、うん、ドライブスルーあるやん。都会はあんまないとこも多いけどさ、車で入っていって、うん、でそういうとこのお店ってさ、子供のさ、アスレチックの遊び場みたいなのあるよな。俺あそこで遊んでみるっていうのが夢やったけど、叶わんまま大人になった今遊んでたらちょっと結構やばいやつだ。ハッピーセットとかも頼んどったな、そういや、うん、
頼んでたね、おもちゃとか集めてね。懐かしい。でもそれはさ、この地位に上り詰めるのは高校生とかでは珍しいことなの？すごく珍しくて、高校生で私と双子の姉の2人だけ。全国で、全国ででは分かんない、熊本ではかな。でもそれでもすごいよな。珍しかったと思います。熊本にはマクドナルドはよくあるもんなの？たくさんあるんですけど、私が勤めていたマクドナルドが日本で一番売り上げが高いマクドナルド。他のお店なかったんですよね。そこに集中する。みんな集まるんや。マックって面白くて、コンテストもあるんですよ。接客とか、コンテスト、そう、ドリンカーとかポテトとかハンバーガーとか、それぞれのコンテストがあって、優勝者を決めていくような大会があるんですけど、必ずその決勝戦の現場がうちのマクドナルドだったんです。決勝戦が行われる時は私たちはそういうことないから見てるっていう感じです。ちなみにね、マクドナルドの CM がいつも撮られているのは中野セントラルパークのマクドナルド。そうなんだ。何の情報？昔働いてて、こう中野セントラルパークで、でしょっちゅう なんか CM やからって言って、ね、なんか今日は使いませんみたいな。でもそれはこれになったら給料上がるの？上がった。偉そうに態度、偉そうに、偉そうにするの？さすが偉そうにしないけど、でもやっぱり鼻は高くなるというか、ふんってなる、ならないけど、ちょっとなんかこうフシャンとするというか。その頃には全然ホットコーヒーに何つけたらいいんかも知ってるけど。当たり前ですよ。そんなのは当たり前。そんなレベルじゃないっていうね。そうです。最近マクドナルドスマイルゼロ円なくなったんやろ？最近なの？なくなったんやろあれ、スマイル。でもなんかウーバーでスマイルのなんかありますか？まだあんのか、なんかなくなったって聞いてんけど。でもあの頃はメニュー表にもスマイルゼロ円って書かれてたから、しょっちゅうスマイルくださいっていうことは。メニュー表から消えてるっていうだけか。消えたんだ。そうそう、2012年に消えたって。てかそれ言うのも恥ずかしいよね。そう、でも意外と言ってくる人多くて。言ってくるんだ。スマイルくださいって言う。その時はすごくうざって思うよ。はいって言った。偉いね。自分の友達はなんか袋を開けてってやってたっつって。そんなやり方やった。言ったら見えないってこと。そう、でも袋には入れたからって。もう入ってるんだ。入ってるんだ。やっぱ評価してもらえるの、アイディア賞として。そのアイディアショーはあんま良くなさそうだけど。今コロナ禍やからな、あんま良くないけど、そういうのね。モスバーガーやってたからこの地位に上り詰めたとかもあるの？でもすごく感謝してることがあって。あ、そうなん、モスってある意味みんな裏に行っちゃってたから、結構総合的にやらなきゃいけなかったので、1個のことに集中してたらこれしかできないから、総合的にその優先順位決めてやるっていうことをすごく学んで。人にぼっちにさせられとったからな。そうです、なのでマックにいた時も、例えばトレー拭きながらお客さんの様子見るとか、総合的にやるっていうことが生かされたなと思って、いじめられたから。そうですね、よかった、感謝して。嫌味やですよ。ほんま嫌味やで。それ感謝してますわ。ちょっと嫌味かな。いやでも給料も上がる。最初650円からスタートするんですよ。安いな。多分最低賃金だったと思うんですけど、650円からスタートして、このスターになって710円になりました。私コンビニ働いてたけど750円からスタートやった。熊本やからな。熊本だからかもですね。そういうことか。大変やのに安いな。どうなんそれ、自分がさ、もしもじゃあ今後子供ができて高校生ぐらいになった時に、マクドナルドで働くって言ったらおすすめ？やっぱりキャバクラがいいと思う。キャバクラ全然違う。値段的にね。接客も学べるし。いや大変やで、クレームもあるやろ。マクドナルド安いのにさ、ね、あれが入ってなかったからどないなってんねや。そうそう、すごい大変。いろんなお客さんがいらっしゃるので、常連様もいらっしゃるんですけど、面白いお客さんが多かったです。一番ひどいクレームはどんな？お持ち帰りであれがなかったとかいう電話は多かったですね。で本当にないのかどうかってわからない、食べちゃってるかもしれないし、でそれで持ってこいみたいな感じでタクシーとか使って持ってこさせるみたいなこととかはありましたね。それさ、俺思うわ。それはもうその場でさ、店出る時にチェックしとけよと思うよな。そうそうそう。で持っていかんでよ、そんな客。だからもう俺なんてな、この間なマクドナルドでな、何やったかな、マクドナルドちゃうわ、ケンタッキーや、それもケンタッキーでな、もうなんか割引券のためにぴったりのために、割引券1500円からしか割引券使われへんから、1500円ぴったりでバーガーものとクリスピーものとチキンものとでうまいこと組み合わせてやったら、バーガーが2つ来やがって。同じやつしかも。
いいことやで絶対もう俺ポテトとか嫌やからな、なんかケンタッキーのポテトあんま美味しくないねん。美味しい美味しいあれ。それでなマクドナルドが美味しい とにかくポテト嫌やってん。だからポテトがないようにうまいこと組み合わせたのに、うん、ポテトが2つも来てさでも電話もせんかったよ。ウーバーイーツにクレームつけただけ。そしたらお金返ってきたわ。でもお前クレームつけてんじゃねえか。ちゃうねん、自動的にできんねんそれ。自動的にクレームしたらあかんやん。すごいで、ね、ウーバーイーツお金な勝手になチェックせんと返ってくんねん。すごいいいサービス。クレームつける場合はウーバーイーツを通した方がいいんじゃないでしょうかというご提案。そうしましょう。でも今は良くなったよ、モバイルオーダーっていうのができるようになったからな。確かになかったでしょ当時。なかったからすごい並ぶし変でした ねもうすごい幸せやもん今。もう頼むやんか、モバイルオーダーっていうので持ち帰るっていうのはもちろんあるやん。行ってそれで受け取りカウンターで持って帰るっていうのはあるけど、座席とかに座ってで注文して座席に持ってきてくれるのがあんね今。へーすごい。空いてる座席座ったらこの座席は何番ですっていうのが書いてて、ここからモバイルオーダーしたらどうなるかっていうのができるようになって、めっちゃ入ってくる。めっちゃすごいなと思って。マクドナルド何頼む？いつもポテト。ポテトなんか頼まへんわ俺。このポテトマックシェイクが好きだ。マックシェイク頼むの。マックシェイクやろ、あれポテトをつけるとうまいから。マックシェイク知らなかった。やってみてください。ダブルチーズバーガーのナゲットのセットでマスタードホットコーヒーもういつもそれ絶対それしか頼まへん。マスタードのなあれ欲しいねん、ずっとマスタードのソースが美味しいねん。うん、とにかくあれもう最後余ったら指こうやってやってるんやそんなこと。もったいない、あれ美味しいから。蓋も蓋についてるやつも舐めて大好き。家で美味しい。たまに2つ間違って入っててラッキーって思います。以上ありがとうございました。ありがとうございます。